はい、どうもこんにちは、僕です。サイレントヒル続きをやっていきましょう。また病院からのスタートなんですけれども、次にね、どこに行くのかわからないんですが、ここをね、ちょっと録画外で病院の中を調べていたんですけど、ここにある電話帳。ここに骨董品の骨董屋さんか、次に行くであろう骨董屋さんの場所が載っているってことなので、まあ、ここでね、地図に書き写しておこうで、地図上からね、次にどこに行くのか確認することができるっていうことにね、気づきました。あまりにもね、次どこに行けばいいのかわからなすぎて、ちょっと病院の中をね、再度探索していたんですよね。まあ、意外と早いところにね、あったんでよかったです。それでは病院を出て、骨董屋さんにね、向かっていきましょう。で、ここにいるんだよね、ワンちゃんがいる。ワンちゃんがいる。アンティークショップか。右上。地図の右上に遠いな。すごい遠いところにあるな。右上のじゃあアンティークショップを目指していこうかな。この音は何かな？これ何の音なんだ？ふにゃー、ふにゃーっていうね、音が流れてるんだよ。いつものね、ラジオで流れる音とは違うんだよな。怖え、この音。なんだろう、地図を開くとね、よく聞こえるんだよな。どうやって行ける？またね、道路が崩れてるんじゃないかなと思ってるんだけど、たどり着けるかな、無事。アンティークショップ結構な距離だよ。この音ね、この音。にゃ、なんか蚊が飛んでるような音がね、流れてる。これまっすぐ行けるな。多分このまままっすぐ行けば、アンティークショップにたどり着けそうですね。ここか？あ、ついたっぽい。ついたっぽいし、こっち側また道路崩れてるんですね。まあいいや、じゃあアンティークショップ、骨董屋さん、たどり着きましたね。ここね、前に、シェリルが入っていった映像が映りましたね。ここですね。アンティークショップ。アンティークショップって何ですかね？骨董品屋？骨董屋の鍵を使った。音が相変わらず怖い。なんかね、今日心拍数が基本高めなんだよな。特にお酒を飲んだりとかしてないんだけど。ここにね、セーブポイントがあるぞ。とりあえずセーブをして、なんだ、骨董品屋って何だろう？この時計は？置き時計がある。特に気になることはない。3時を指してますね、時計は。いろいろなものが置かれているが、特に役立ちそうなものはない。骨董品屋っていう感じじゃ、なんだ。ないけど。なんだ。どうしたらいい？棚を動かす。この棚の後ろに何かある。穴が開いてる。通路が続いているんだな。What's this? これは？え、誰？誰が来た？あ、Harry! シビル。シビル？しっぽ？ああ、I'm glad you're okay. いや、すごい久しぶりに出てきましたね、シビル。Things are worse than I thought. It's nuts. シビルさんは銃を持ってるのか？ What are you doing here? I thought you left town. I saw you go in here, so I followed you. 見られてたんだ。I couldn't get out. この町からは出られなかった。All the roads out of town are blocked. 外へ繋がる道は全て塞がれてる。車も全然動かない。The phones and radios are still out too. 電話も無線もダメ。What about my daughter? Did you see her? I did see a girl. 見たわ、女の子。Was it Cheryl? I only caught a glimpse of her through the fog. I went after her, but she vanished. いなくなってしまったわ。I don't know about your daughter, but... なんか写真とか見せたんだっけ？ And you just let her go? Where was it? 放っておいたのか？ On Bachman Road. She was heading towards the lake. バックマン通りを湖の方。Now don't get excited. なんだ？ It wasn't like she ran off exactly. いなくなったわけじゃないの。There was no place for her to go. The road has been obliterated. その子の行った先には道がなかった。What? だったら、so、Cheryl... だったらシェリルは。It was like、she was walking on thin air. それね、アレッサでしょ。シェリルじゃなくてアレッサだよね、多分。
What about you? Anything? あなたの方は? Yeah, I met this bizarre woman. 変な女? どの女だ? Her name's Dahlia Gillespie. ダリアか。 Do you know her? ダリア・ギレスピー。 ギレスピー。 Dahlia Gillespie. P? B? No. どっちだ? And? She said something about the town being devoured by darkness. Gibberish like that.ダリア・ギネスビーって教会にいた人と同じ人? Darkness devouring the town. Must be on drugs. ドラッグに決まってるわ。They sell them to the tourists. The four still can't figure out who's behind it. None of our leads have panned out. 現実的で、現実的ですよね。And the investigation is stalled. What could drug trafficking have to do with all this? ドラッグが今の状況と関係あるのか?I really don't know. But maybe that's the darkness she was talking about. That's all I can think of.待って、あれだよね。すんごい心拍数高いんだけど、なんでだろう。ちょっとね、いつもとね、つけてる場所を変えてるんだけど、maybe there's something back there. こんなにも心拍数違いが出る。Let's have a look. Wait. すごい、余裕で90超えてる。We don't know what's back there.I'd better check it out first. まずは私が様子を見てくる。I'm a cop. それなら私が? No, I'm going. そんなに行きたい? All right. 行きたくないけど、行ってきてもらうよ、シビルさんに。Be careful. Be careful. If anything looks fishy, get back here on the double. Okay. 何があるんだ?骨董品屋の奥に何があるんですかね?脂肪?Do you know anything about? 君はわからないかな? Well, like some other world. It's like some kind of bad dream. もう一つの世界ね。What are you talking about? あの赤い感じの世界ね。I'm not quite sure. いや、金網の世界だよ。I try to make sense of it, but then my mind goes blank. 記憶から色褪せてしまう。Everything's dark there, and I hear sirens in the distance. 遠くでサイレンが鳴っていて。I met this nurse, Lisa. リサ、リサ。リサなんちゃら。I was there, あのナースさんどこ行ってしまったのかな。It's all a blur, like some kind of hallucination, you know? I have no idea what you're talking about, Harry. Oh. I was just wondering. Never mind. 気にしないでくれ。Harry. リサにもう一回会いたい。Yeah, こりゃ疲れるでしょう、だって。この、行くの行っちゃうの。僕の意思を確認していただけません?うわ、これどこに続いてるんだろう?ちょっと待って、あのね、ちょっと心拍計のつける場所変えます。よし、じゃあ行きましょう。この先に何があるのか、ちょっとわかんないから走りたくないんだけど、一本道だな。え?これまた同じ場所に出てくるパターンじゃないの?学校の地下を通った時みたいにさ。あ、違うのか。どこに抜けてきた?骨董屋さんの下から、何これ?祭壇?祭壇なのか。Some kind of altar. 何の祭壇? Never seen anything like this before. 見たことのない様式のものだな。Maybe this is the other church. ああ、もう一つの教会とはこれのことか。何があるの?カップの中に粉のようなものが残っている。これをどうしろっていうの?これは何を祀っているのだろうか?もちろん。なんだろう?ライターで火をつけるとか?あ、ライターなくなってる。え、何これ?どうしたらいいの?何もないじゃん。いや、なくはないけど。何もすることができないよ。このね、フラウロスっていうのを使うこともできないんですよね。待って、ペットボトル?空のペットボトルってこれ何に使うんだろう?病院から持ってきちゃったんだよね。他に特にないよなぁ。ライターなんで置いてきちゃったの?なにこれ?え、斧がある?斧?新しい武器か。片手で扱える小型の斧。攻撃力は中程度。破壊力はね、ハンマーの方が高いんだ。ちょっと使ってみようか。どんな感じ?あ、軽い。シュンシュンって。
2回攻撃するときと1回しか振らないときって何が違うんだろう。え、どっちがいいかな。壁になんか書いてある。違うか、そういうわけじゃないのか。え、何？え、What the？ なんだ、燃えてる。何か燃えてる。なんで燃えた？なんで燃えた？ Harry？ Are you okay？ シビルさん、シビルさん、ここにいると。え、何？え、何？いなくなっちゃった。Harry？ ハリー、ハリー、あ、いなくなっている。いなくなってるぞ、ハリーさん。え、え、Where am I？ ここは？ Harry？Lisa？ なんで今出てきた？ That I'm in the hospital？ You were having a bad dream。 ひどくうなされていたわ。 Was I？ そうか。 Hey？ 君こそ顔色が悪いんじゃないか。 You okay？ 大丈夫か？ I'm fine。 全然顔が見えない。Nothing you need to worry about。 心配しないで。 Well, if you're sure。 いや、何ここ、ここどこ？ Lisa、 Do you know a woman named Dahlia Gillespie？Gillespie？ Oh yeah, that crazy Gillespie lady。 あのおかしなギレスピーおばさんね。 She's kind of famous around here。 この町ではちょっとした有名人よ。 She never sees anybody, so I don't know that much about her。 めったに人前には姿を見せないから。 But I heard her kid died。 火事で子供を亡くしてからおかしくなったって聞いたことがあるわね。 Well, she says the town is being devoured by the darkness。 町を闇が蝕んでいると。 Do you have any idea what she's talking about？ 何のことだ？心当たりはないか。町を闇が。Yes, I think I do。 そうね。Before this place was turned into a resort。 うん、この町が観光地になる前、町は古くから住む静かなね。 Everybody followed some kind of queer religion。 独特の奇妙な信仰。オカルト人見た、魔術だとか言ったような、そんな感じの。町の若い人が突然いなくなると、土地の神様に召されたとか言い合って。昔はそういったことが多かったらしいのよ。観光地になる前は本当に何もないところだった。何かのせいにしないと不安でしようがなかったのね。Then a lot of new people came in and 新しく入ってくる人が増えてからは、すっかり息を潜めて。土地の信仰。Last time I heard anything about it was, gosh, years ago。 When several people connected with developing the town died in accidents。 もし。 People said it was a curse。 たたり。 Oh, I'm sorry, I'm rambling。 ダリア・ギレスピーと何の関係が？ なんでここでリサさんが出てくるんですかね？そして心拍数が相変わらず高いな。これも夢か？いや、この世界、また気を失っていたのか。またこの世界に来てしまったな。斧を持ったままなんだけど。考えたくないが、すべては私の頭の中だけで起こっているに過ぎない。車で事故に遭って病院のベッドで意識のないまま今も寝ているとか、何が本当のことなのかさっぱりわからない。シリルは湖の方へ歩いて行ったとシビルが言っていた。だが湖に向かう道はない。他に道はないのか？リサに聞けばわかるだろうか？またドス黒い世界に来てしまいましたね。ちょっととりあえずね、ハンマーを持ち歩きましょう。え、ここ場所は同じ場所にいるのかな？また誰か吊るされてるんだよな、ここな。あ、セーブポイントある。セーブポイントがあるよ。ん？扉がある。ここどこ？ここどこにいるんだ、今。あ、骨董屋にいたのか、今。骨董屋にいて、外じゃないの、これ。街の外もこんなふ、ちょっと待って、何かいる。何かがいるよ。地図。どこだ？湖ってどこにあるんだ？え、全然わかんないな。どこに行けばいいんだろう。
じゃあちょっとこの地図の外れの方に行けるかどうか行ってみようか。あ、びっくりしたな。何かいるんですよ。これ何かいるんですよ。何かがついてきてるんだよな。振り切れないのか、もしかして。増えた。音が増えた。音が増えたよ。なんだこいつら。ちょっと待って、これどこに行けばいいんだ。あ、危ない、危ない。これ何、あ、なんだ。今なんか視点が変わったね。やべえ、やべえ、ワンちゃんがいる。ワンちゃんがいる。ちょっと待って、これどうしたらいい。こいつら振り切れないぞ。振り切れない。ヘイトが溜まってる。一回、雑貨屋さんに入って、ちょっとリセットしよう。あそこになんかいる。何これ、気づいたな。やべ、飛んできやがった。そんなに飛ぶの、ハンマーじゃ無理だわ。ここまで距離が近づければね、いけるけど、あの距離飛びかかられるのはしんどいな。構えて待機できない。あのね、カニ歩きで素早く避けないと。なに？どこ行った？どこ行った？やーべえ、掴みかかってくんだよな、こいつ。すごいダメージ受けてそうだけど。逃がさねえよ。いや、まだ音するな。まだラジオ鳴ってるぞ。黄色か。意外とダメージでかいな。ちょっと待って。斧にも近いよ。ダメだ。あの、ナースさん。病院の中ではね、ハンマーが使いやすかったけど、こいつらにはちょっと立ち向かえないハンマーでは。どこにいる？やべ、ワンちゃんか。2匹いる。やべ。後ろから。くそ、ワンちゃんきついな。強いな、お前ら。やべ、ちょっと回復しよう、回復。絶対やばい。強い。普通に強い。どうよ。こっちがまだ生きてんのか。もし、すべてやりました。すべてやってやりましたよ。まだいんの？まだいんの？どんだけいんだよ。このワンちゃん何？新型のワンちゃんだよな。やれ。振りが遅い。オッケー。くそ当たんね。オッケー。これで終わりか？なんだろう？あ、ここに入れるのか。どうしようか。これ銃を持ってこうか。ハンドガンで進んでいこう。ちょっとね、手斧は不安が残る。どこだ？ここか。ここは何？湖に向かうんじゃないの？あ、まあ、いや、ここしか入れないんだよね。周りが全部通れなくなっているから。あ、怖っ。なんて書いてある？ギガストア。ギガストア？何のお店？元の世界のものが残っている部分があるんだね。ここ何のお店だろう？特に気になるものはない。これモニターかな？なんか CD ショップみたいなもの？え、上に行くの？上に行くんですか？広いな。広いけどね、特に何もないかな。じゃあ上に行ってみよう。なんだよ。何この魔法陣は。え、怖っ。これ何が映ってるの？人の顔だよね。ダディ？怖っ。え、どこにいるの？これシェリルだよね。シェリル？スクリーンには映像が映し出されている。え、なんだろうこれ。
この記号に意味はあるのか？行っちゃっていいか？上に行ってみよう、とりあえず。ここは何なの？どこだ？え、ここ何？どこにいる？左から聞こえるな。この奥にいるな、多分。え、どこにいんだよ。このね、正面にいると思う。あ、こっち行けないのか。じゃあそっちか。いなくね？あれか？これか？おーい！落ちた。ああ。何ここ、落ちたんだけど床が。なんかいる。虫かよ、もう。何この虫。戦う感じか？バトル展開かな？これ地下闘技場みたいなところにやってきてしまった。え、どこにいる？どこにいる？おぉ。これただ撃ってくだけでいいのか？やべ、当たるかよと思ったけど、当たれないがいい。当たるんだな。こんなの絶対当たんねえよと思ったのに。やべ、当たる！意外と当たる！やってくれんじゃねえか。2発が限界だな。まぁ、ちょっとずつでも、やっていこう。なぜかね、3発目が当たんないんだよな。足元に注意しないと。これ意外とね、歩き回っててもね、当ててくるんだよね。あ、ちょっとどこ撃っとんねん。走ってると、エイムができない。あとこいつなんか吐き出してる？出てくるときに何か吐き出してますね。まだ終わんないの？ハンマーでやってった方がいいかな。痛い。当たんねえな。当たんねえな、ハンマーじゃ。向きがよ、これダメだ。エイムしてくれない。ハンマーではエイムしてくれない。ん？倒した？倒したくせ。え？これで終わり？生きてんじゃん。生きてんじゃん。生きてんじゃねえかよ。はい。逃げ打ちじゃん。なに？なんだ？あ。窓ガラスを割っていったね。まあ、出口ができた。じゃあ、こっから出ていく。この建物は結局何だったんだ？え、なんかいる。バッサバッサ言ってる。バサバサ言ってる奴は戦いたくない。これどこに出てきたんだ？いや、めっちゃ飛んでるやん。え、ここどこなの？地図は開けるのか？え、ここどこよ？え、これどこに行けばいいの？待って、これどこに行けばいいの？こっから出てきたんだよね。痛えな。すれ違いざまにやってくんだよなぁ。どこに行けばいい？こっちか。こっち側に行けるのか。何この世界。これ本当に屋外。屋外にこんな場所があるの？これ落ちたらどうなるの？落ちたらどこに行ってしまうんだろう。やべ、どこに道が繋がってんのかわかんない。音がする。危ね。怖いんだけど。開けてるのに怖い。やばい。これ壁にぶつかったらね、足止めされてしまうんで、まずいぞ。追いかけられているぞ。はあ。なんだよ、ここどこに向かって行けばいいんだよ。あれ、いつの間にこんなところに来てしまったの？じゃ、左に向かって行けばいいのかな？ひたすら、真っ暗闇の中、しかもなぜか雨が降っている。最悪のシチュエーションだな、これな。これどこに向かってる？オールドサイレントヒルじゃないよね。右かな？右に行ってみようか。どこに向かってるのか全然わかんないんだけど。行き止まりになっちゃったよ。あれ続いてるの？行けるの？あ、袋工事だ。これ降りれるのか、もしかして。降りれないんだよね。ちょっと待って、どんだけいいんだお前ら。ここまずい。
邪魔だよお前よ。ちょっと邪魔なんだけど。やべやべやべ。何ここどこ、ここどこなの、こっちなの、こっちじゃないんじゃない、こっちじゃないんじゃない、え、ここどこだ。いや行き止まりだよね、なんか行き止まりな気がする。いやとんでもねえところに来てしまった、うっかりと。音が近い。そっち側行けないんだ。じゃあまっすぐこのまま行ってみよう。やーべえ、やーべえ。なんか光に弱いとかなんか弱点ないんですかね。まずこっち、こっち来ちゃった。こっちじゃないでしょ。こっちじゃないんじゃない？あ、いや、ちょっとそこね、右側になんか行ける場所があるか探してみようか。あ、行けるんだな。ワンちゃんがいる。やーべえ、行き止まりだよ。行き止まりだった、こっちは。行き止まりでしょ？あと行けるのは、上か下かだよね。上か下か。クリーチャー戦ってる余力ねえわ。痛えな。やべ。ちょっと何並走してんだよ。やべ、追いつかれる。こいつら走るの早いんだよ。なんだよ、こいつらよ。やめてくれよ、マジ。マジでやめて。マジでやめて。あ、いけねえ。こっち行けねえ。こっち行けなかった。じゃあ下だ。下かな。もう下しかないわ。蛇行しながら行かないと、直進してるの危険だわ。真っ暗すぎて距離感がわかんない。このままね、まっすぐ下に行ってみようか。もしかしてこれ地図に右下に向かってくんじゃないだろうな。やばい。やばい。いや、行き止まりじゃねえかよ。こっちじゃなかった。行き止まりっていうことは、行き止まりじゃないの？どうなのこれ、行き止まりじゃない？今行き止まりだった気がするんだけど。どっかで右に曲がれる？こっち側に行ける？行けるのか行けないのか、行けないっぽい。行けないっぽい。え、何これ、ちょっと待って、ここに階段がある。なんか思わず登ってしまったよ。え、ここどこ？あ、ボストンオフィス、郵便局の。郵便局の屋上？屋上というか、これ上に行った方がいいのかな？ここでいいのか？思わずこんなところに来てしまったんだけど。怖えな、音が。給水タンクがあるけど。いや、こんな高いところに来てもな、その下かな？下から入ってくる。いや、郵便局に用なのにないよね。郵便局には用がないと思う。鍵は壊れているようだ。ここはどうでもよかったっぽい。ここはどうでもよかったっぽいな。え、じゃあどこに行けばいい？どこに行けばいいんだ？右側に行けないんだ。じゃあやっぱ下に行くんじゃない？このまま、ちょっと右に行きつつ、左に行く。よくわかんない。でも行けないんだよね。まあ、行けるのか？こっちから行けるのか？行けないよな。え、どこに行けばいいのかわかんないんだけど。ここ、バツ印。あ、バツ印ついちゃったなぁ。どこがある？病院？病院に行ってみる？リサに会いに病院に行ってみようか。この辺にね、病院があるんですわ。痛えな、バク。あった。病院入れる。で、ワンちゃんいるんだよね。いると思ったよ。絶対いると思った。病院にやってきました。病院またこんなことになっているんだな。うわぁ、じゃあね、ちょっと今回長時間のプレイになっているんですけれども、一旦ここで終わりにしたいと思います。またね、再び病院に帰ってくることになるなんて思わなかった。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。